はい、こんばんは。今日はですね、4月に総選挙を控えております韓国の政治情勢についてお伝えします。現在ムンジェイン政権は、正念場を迎えていると言ってもいいかもしれません。その根本的な理由はですね、今までも何度かお伝えしましたように経済政策にあります。最低賃金アップ、労働時間上限制の導入、財閥の解体政策などで韓国経済は長期低迷経済へ入りまして、若者の就職率が減少しました。そして韓国経済の要と言われている製造業において、40代あるいは30代の人々を中心に事実上のリストラが起こりまして、30代40代という社会を支えている人々の職がなくなり、またですね、再就職先がないという状態が続いているとされます。こうした状況の中ですね、中央日報は2月25日のコラムにおいて、次のようにムンジェイン政権を論評しました。ちょっと一部引用させていただきますと、ムンジェイン政権はスタート直後から責任転嫁が多かった。経済の分野では特にそうだった。最低賃金の急激な引き上げが代表的な例だ。問題の本質はペースだが、大企業、建物主のせいにした。責任転嫁の流れもすでに覚えてしまうほどだ。1、政策を発表する、括弧任期内に最低賃金1万ウォン達成。2、貧困層の所得がむしろ減少するという現象が起きる。3、良い数字ばかり選んで成功と言い張る、括弧青瓦台 90% の所得が増えた。4、通用しない、括弧350万人の零細自営業者が反発。5、他、括弧財閥と全保守政権に矛先を向ける。6、解決策は積兵清算。2年で経済政策をして失敗し、解決法が積兵清算とは。つまりは最低賃金アップとか労働時間上限制、全ての人に平等にお金が行き渡るようにしたいという理念はいいんだけれども、実際問題経済政策は失敗していると。そしてその経済政策が失敗した時に、この今の韓国政府というのは解決法として積兵清算ということを主張すると。で、その積兵清算っていうのは、いや、我々ムンジェイン政権の経済政策が失敗しているのではなくて、財閥や全保守政権の、責任、過去行った政策によって現状こうなっているんだというような主張をして、財閥や全保守政権に矛先を向けると、そういうことをしているのではないかというふうに中央日報は言っているわけです。で、本来積兵清算っていうのは、国家や国益のためにはいいことというか、行わなければならない時っていうのはあるわけです。例えば日本においてはどういう積兵清算が求められているかと言いますと、簡単な例を挙げますと、大きな政府ではなく小さな政府にして地方分権を進めて経済特区などを作り、科学研究分野への補助金などを増やして、有能な人材の海外への流出を止めて、日本の国を本当に豊かにするための日本国家としてのシステム作りをするっていうことは日本においては急務なわけです。ですから日本においても求められている積兵清算っていうのはあるわけです。しかしですね、日本においても韓国においてもやはり本来するべき積兵清算が進んでいないというのが現状あるようです。で、ムンジェイン政権が積兵清算の名のもと行っている政策っていうのは、最もわかりやすいもので言いますと、国民世論が大きく割れてしまった検察改革でした。で、この検察改革というのは今年に入り大きく進展します。ウルサン市長選挙介入疑惑事件や、チョ・グク前法相疑惑捜査などをめぐって、韓国検察と大統領府が対立しました。そして今年1月、韓国の法務省は韓国検察32人もの人事大異動を発表。韓国検察の捜査は事実上行き詰まりを見せます。こうしたですね、かなり大規模な、左遷人事と言ってもいいのかもしれませんが、こうした人事に韓国国民の方々の反発があったのは事実です。また2月12日、中央日報が日韓軍事情報包括保護協定 GSOMIA の最終了の検討を青瓦台が行っている可能性があるということを報じ、これにまた世論が反発をしました。つまりはこの GSOMIA 最終了という政策はですね、ムンジェイン政権の支持率アップを狙った政策であり、韓国の国益から考えれば米韓関係の悪化を招くことになり、決していい政策ではないという声が非常に多く上がったと言われています。
つまり検察改革という話とこのジーソミアの再終了の話というのは、ムンジェイン政権にとって支持率の悪化を招く原因となった可能性があるということです。でこうした中、ムンジェイン政権としましては外交政策で国民の支持率アップを狙いたかったわけなんですけれども、その外交政策においても現状うまくいっていません。例えばアメリカのサードシステムの韓国配備をめぐり、中国政府はムンジェイン政権に反発し、韓国への団体旅行を禁止するなどの措置を講じてきました。ムンジェイン政権としましては今年3月に習主席に訪韓してもらい、サードについて話し合い、韓国への団体旅行禁止措置の解除などをしてもらうはずでした。しかし中国は全人代延期を決定します。こうしたことから3月の訪韓も延期される可能性が高まりました。またですね、南北融和ということの延長線上で、北朝鮮の金委員長のソウル訪問ということを、ムンジェイン政権は考えていたわけですけれども、その金委員長のソウル訪問の可能性も現状ほぼないと言っていい状況です。つまり経済政策、検察改革、南北融和路線、対中政策などにおいて、ムンジェイン政権は国民の支持を得られない状況となってきました。でさらにもう少し申し上げますと、米韓関係の悪化ですよね、あるいは日韓関係の悪化などもありまして、こうしたことからムンジェイン政権の支持率は下がっているという可能性があります。でこうした状況下、一つの大きな変化があったと報じられました。2月10日、韓国金融界の中心地であるヨイド証券街では正体不明の世論調査報告書が出回った。4月15日の総選挙の253の地域区、過去議員定数は300、うち地域議席数は253、比例議席数は47を対象にした世論調査で、与党の民主党が惨敗し、最大野党の自由韓国党、これは当時は自由韓国党という名前でしたが、今は未来統合党というふうに名前が変更されてますよね。自由韓国党が圧勝するという内容だった。報告書の出どころは不明だとはいえ、最近急速に悪化したムンジェイン政権への支持率から見るとかなり説得力があるというのがこの報告書を読んだ人々の反応だった。実際に4月の総選挙を2ヶ月前にした最近の韓国の世論は急速に変化している。2月14日韓国ギャラップ社は総選挙に関する世論調査の結果を発表した。調査によると、現政権建成のために野党候補が多く当選するべきとの回答が 45% で、現政権を支援するために与党候補が多く当選するべき 43% より2ポイント高かった。わずか1ヶ月前の調査でムンジェイン政権の安定への期待 49% が県政 37% よりも12ポイント高かったことを考えると、世論に大きな変化があったと言える。つまり現状、与党と野党の支持が逆転し、野党有利になってきていると言えると思います。現状、ムンジェイン政権の支持率は 40% 台中盤を維持していると言われておりますが、こうした支持率がどこまで根拠あるのか、疑わしい状況であると思われます。ですので4月の総選挙においては、保守の新党、未来統合党が躍進する可能性に現実味が出てきたのかもしれません。でこうした中、中央日報が報じた記事を一部引用しますと、ムンジェイン大統領の弾劾を促す青瓦台大統領府の国民請願が20万人を超えた。昨年5月に続いて2回目だ。今月25日午後10時を基準に計24万9837人余りが署名したという記事が報道されました。こうした声が強まる中、4月15日の韓国の総選挙で保守党が躍進し勝利しますと、ムンジェイン政権はレームダック化することがありえます。通常どの国でも選挙に負けた政権というのは退陣することになると思われます。高まる韓国国民の政権批判の声を原動力とし、もし未来統合党など保守系の党が勝利いたしますと、4月もしくは5月頃にムンジェイン政権退陣という可能性があり得るのかもしれません。ありがとうございました。